スナイル・ゲーブル、エジプト・トゥーナ・エルガバルは、エジプト・アラブ共和国の中部ミニア県にあり、首都カイロから南方、約260キロのにある、墓地遺跡。2018年2月から、発掘調査が実施され、2019年2月2日、良好な状態で保存されていた2000年以上前のミイラ40体長が、報道陣に公開された。 ミイラは古代エジプトのプトレマイオス朝時代のものと見られる。墳墓は地下9メートルの深さにあり、墓室は6つ以上ある。40体長のミイラは崩れかけた墓室の床に横たえられていたり、蓋のない陶管に入れられたりしており、12体は子供、6体は動物で、残りはすべて成人男女のものだった。エジプト考古省によれば、中3階級の一族のものと見られる。 動物のミイラは、ほとんどが犬であり、当時のペットへの愛情が示されている。エジプトのミイラの多くは古代エジプト時代に製造されており、アレクサンドロス大王の武将だった、プトレマイオス一世が建国した、プトレマイオス朝、エジプトでもミイラ作りは続けられた。動画、エジプト遺跡でミイラ40体長を公開、約2000年前のものか。 www.afpbb.com afp2019 年2月5日閲覧エジプト遺跡でミイラ40体調を公開約2000年前のものか時ジ .com 時時 .com 時事通信2019年2月5日閲覧ありがとうございます